すっごく華やかで大人っぽい衣装だね。私に似合うかな。みんなで一緒に食べるとすっごく楽しいね。それに外で食べてるからなんだかお祭りみたい。あ、エレナお手製ブラジル料理はどうだった？今日のためにママに教えてもらったの。まだ作ってない料理もあるし、バーベキューまたやりたいな。プロデューサーお願い。嬉しいな。新しい衣装をもらったから元気いっぱいだよ。今なら何時間でもダンスできちゃいそう。はーい。疲れちゃった時はママの美味しいご飯を食べるから大丈夫。フィジュアードでしょ、無結果でしょ、あとはエコシーニャ、どれもすっごく美味しいんだよ。プロデューサーもたくさん食べてたね。みんなも気に入ってくれたみたいでよかった。お腹いっぱい食べてみんなでサンバを踊って、ちょっとブラジルにいた時のことを思い出しちゃった。カーニバルの間はみんなでダンスしたりパレードを見に行ったり、街全体がワクワクでいっぱいなの。うん、プロデューサーも一緒に行こうよ。私このドレス着てパレードに参加するね。プロデューサーの衣装は私が作ってあげるね。きっとママが教えてくれるよ。もちろんパレードを見てるのも楽しいけど、やっぱりサンバは一緒に踊らないとね。プロデューサーと一緒にカーニバル。楽しみだよ。プロデューサー、ねえねえ、今日来てくれるダンサーさんってどこにいるの？楽しみにしてたからちょっと残念だけど、素敵な曲も衣装もセットもあるんだし、
私一人だってバッチリ踊っちゃうよ。みんなと一緒に踊った方が楽しさが何倍にもなるからね。あ、じゃあ今日はプロデューサーが私と一緒に踊るっていうのはどう？プロデューサーがいてくれれば最高のダンスができると思うな。近くで一緒に踊ってくれるだけでいいんだよ。ダンスは楽しければ OK なんだから。やったー、プロデューサーなら一人でも100人分くらいの力があるよ。私もプロデューサーに負けないようにいつもより激しく踊っちゃうぞ。見てくれる人みんなが笑顔になれるようなとびっきりの PV にするよ。もう今すぐにでも踊りたくなっちゃった。プロデューサー早く行こう。